はい、どうもあきらです。前回スッポンを見つけた水路にまたちょっと寄ってみたんですけれども、外来種のカメがちらほら姿が見えるんで、こちらの外来種のカメをね、何匹いるかっていうのも調査も兼ねて捕獲していきたいと思います。草ガメですね。草ガメはですね、危険を感じると、うわ、臭い匂いを出すんで、ちょっと触るの注意ですね。草ガメもね、ちょっと前まで日本の在来種だと思われたんですけど、ちょっと調べてみたら外来種だったということでね、この子も一応駆除の対象となってます。僕実際クサガメ手に取ったの初めてなんですけど、めっちゃ臭いねこいつ。くっさ、やばい、一人でえずいてるぞ。人に見られた。ミシシッピアカミミガメいたんだよな。いた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 。見えるかな。ここで今見れたつもりだ。ほら、でかっ。こいつはミシシッピアカミミガメですね。こっち行ったらもうちょいいそうだけどね。おお、うわ、あそこにもカメいるんだけどな。ミシシッピアカミミガメがいるんだけど、こん中さすがに入れないね。見えるかな。これカメだよね。うまいこと逃げられたな。これがあるからね、取れないんだよね。最近、おー、電車が、あ、もう一匹いた。よし、もう一匹。ちょっと一旦こいつら入れに行きましょう。最近アメリカザリガニの駆除ちょっと興味を持ってて、まあでもただ単純にアメリカザリガニを捕まえて殺すのっていうのは、まあアメリカザリガニに罪があるわけじゃないんで、それはちょっと僕もかわいそうだなっていうふうに思うんですけど、まあ、そうなってくるとアメリカザリガニの駆除の仕方って方法2つしかなくて、ペットに食べさせるか自分で食べるか、この2択になってくるんですよね。でやっぱり自分で食べるのにも限界があると思うんで、あと食べ過ぎたらお腹壊すと思うしね。2匹いた。歩いてた。それで僕の方でもザリガニ捕食部隊っていうのを作りたいんですけど、そうなってくるとね、大量のカメの飼育を余儀なくされるわけですよ。やっぱりカメも生き物なのでね、水替えとかあとご飯とかいろいろ生きる上でやっぱり必要不可欠なものっていうのはたくさんあると思うんですけど、まあペットを飼うっていうのは、まあ、そんな簡単な気持ちで始めれることもないと思うので、それ相応の覚悟がいると思うんで、
大変なことだっていうのは重々分かってるんですけど、まあ、そのスペースがないんですよね、いかんせん。うち今賃貸なんで、なかなか賃貸で大量の亀を買うっていうのは大変なんですよ。匂い問題だとか音だとか、あと単純にスペースだとか、そういった面でいろいろ大変なこともあるので、まあ無理のない範囲でね、少しずつでもいいからザリガニが減ってくれると嬉しいですね。うわ、お前もか。ここにもいた。もう一匹隠れてましたね。石かなーって思ったんだけど、ミシシッピアカミミガメでした。かわいい。結構ここちっちゃい水路ですけどね。今カメ何匹だ ?1、2、3、4、6匹。外来種のカメ。うお、びっくりした。よいしょ。外来種のカメ6匹捕獲しましたね。結構いるんだな。この前来た時はスッポン1匹見つけただけでカメの姿見なかったので、在来種のカメもいるんだなっていう風に思ってましたけど、やっぱり外来種も潜んでたね。はい、今回はミシシッピアカミミガメが5匹、クサガメが1匹という結果になりました。在来種のイシガメとかはね、綺麗な顔でしかなかなか見ることができないと思うので、こういうドブ川にはね、結構外来種が繁殖していますね。まあこういったね、外来生物が少しでも減ってくれると、在来種のイシガメとかね、綺麗な魚たちがたくさんいる川が生まれると思うので、まあ徐々に外来生物を減らしていって、在来種が多い川になっていってくれるとありがたいですね。まあでもね、この在来種たちは何にも悪くないので、殺すのはかわいそうですけどね。この子すんごい首太いのよ。でっかいし、20センチぐらいあるね。んで死ぬほど臭い。では本日の動画は以上になります。いいと思ってくれた方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。